フィガロのアイデアでですね、伯爵はその酔っ払った兵隊に変装して、屋敷の中に入ることには成功したんですけども、その酔っ払ったふりで大騒ぎになって、本物の警察がやってきて大騒ぎにまたなり、まあ、この第一次計画っていうのは一応失敗に終わるんですね。じゃあ次の手はどうするかっていうところで、伯爵は、この屋敷の音楽教師ドンバズィリオの彼がドンバズィリオが病気になったっていう嘘をついて、ドンバズィリオの弟子だということで音楽教師に変装してやってくる。で、まあ、ロジーナからしたら、今日は本当に変な人ばっかり屋敷にやってくるなっていう感じだと思うんですけども、その兵隊の時ももちろん気づいたんですけど、まあ、2回目なのですぐに彼が輪道路、その、貧しい学生であるっていうことにすぐ気づいた。なので最初は歌のレッスンなんて本当に気が乗らないわっていう感じで入ってくるんですけども、あ、彼がやってくれるならっていうことで、ちなみにその医者バルトロはこれが小堀さんが歌ってるのがその輪道路だっていうことには気づいていない。でも、ロジーナはすぐに気づいたので、あ、じゃあレッスンをやりましょうって言って、レッスンをやるわけなんですけど、ここでももう一曲、パイズイエッロのセビリアの理髪師からそのロジーナの、ここもロッシーニとパイズイエッロと同じシーンに曲をつけているので、そのレッスンのシーンを聞いていただくんですが、まあ、面白いなと思うのは、伯爵はその酔っ払った兵隊として屋敷に入る、まあ、その前も窓越しに少しは会話しているけど、でもやっぱり常にバルトロ、医者バルトロの貢献にですね、彼女の目があるので、まともには話せてないんですよね。本当に一言二言なんとかっていう感じで、なので歌のレッスンっていう場をなんて利用して、レッスンで歌われる歌の歌詞でその気持ちを輪道路に伝えるっていうことをやってのけるわけですね。なんかそこを聞いていただきたいんですが、そのまず聞いていただくパイズイエッロの方は、まあ、ロッシーニに比べると少しこうなんて言うんでしょうね、寂しい感じというか、なんかロマンティックですよね。そうですね、なんかすごくメランコリックなというか、うん、内容としてはここでうまく輪道路っていう言葉をその歌の歌詞にロジーナはうまく入れるわけなんですけども、その私であるかわいそうな羊飼いは一人で寂しく泣いている、はい、でそれは羊がいなくなったじゃなくって、愛しい羊飼いの少年リンドーロがいなくなったからなんだっていうことを歌う。なんかすごくロッシーニのレッスンの歌とまた全然違う感じなので、うん、ぜひ聴いていただきたいなと思って選びました。Thank you.
パリズエッロのセビリアの理髪師からレッスンの場面の曲を聴いていただきました。でこのあと、またロッシーニのそのレッスンの場面を聴いていただくんですが、まあ、パイズエッロとはまた全然違う明るくて華やかで堂々としたというか、まさに本当に何でしょうね、もう楽譜を見てもその音域の広さとか、あとこう細かい動きとか、もう歌のレッスンというか、これが歌えたらもうレッスン終了かなっていうぐらいの難しい曲だと思うんですけど、どうですか？本当にその通りだと思います。多分その時代ロッシーニまでに至るそのイタリア の, そのベルカントの技巧をすべて詰め込んだのではないかと思うくらい、そうですね、テクニック、このコラトゥーラもそうですし、あとは跳躍があったりだとか、ね、最高音はだからそのパイズエッロと同じぐらいちゃんとあるんだけど、はい、やっぱり低いところっていうのは ね, そうですね、すごく求められる、はい、だいぶ5000の下までいきますね、うん、やっぱりメゾソプラノの役なんですね。そうですね。で、まあ、そのレッスンの途中で医者バルトロは寝てしまうっていうのがあって、それはロッシーニの方によりはっきり書かれているんですけど、音楽的にもその彼が後継人であるバルトロが寝た瞬間に この2人が早口でこう思っていることを少しでも、本当一瞬ですよね、きっと1分ぐらいしかない間に言いたいことを全部言うという感じで、愛しいリンドーロ様、どうかこの私をここから助け出してくださいっていうことを一瞬、寝てる一瞬に歌うんですけど、すごいなと思うのはその後バルトロが起きるのでまたレッスンに戻りますよ、ね、戻るで、だからレッスンの歌を歌うんですけど、その最後で私を助けてくださいって歌詞をスッとそこに差し込んでるんですよね。レッスンの歌のはずなのに歌詞を変えて、ね、そこがまあロッシーニの賢さであり、はいはい、ロッシーニのやっぱり、ね、なんていうか素晴らしいセンスだなと思うので、うん、まあ、歌のそのテクニックの素晴らしさというか、こう難しさとともに味わっていただけたらなと思います。どうぞお聴きください。
レッスンのシーンの後で、まあ、フィガロの助けもあって2人はなんとか、今晩今日の夜12時に、なんて言うんでしょう、落ち合ってこの屋敷から一緒に逃げていこうという約束を交わすところまではなんとかたどり着いたんですけど、そこでやはりでもやはり邪魔が入ってなかなかうまくいかなくて、しかも、彼女は後見人であるその医者のバルトロから、あなた騙されてるんだよと、実はこの2人がグルになってアルマビーバとかいう伯爵にあなたを売り飛ばそうとしてるんだよっていうことを聞かされて、怒りに本当にもう震えるというか、騙されたわけですね、バルトロに。もうこの2人は敵だと思い込んでしまった。でそんな中、外がすごく大嵐になっている中、2人は、ロジーナに会いに真夜中やってくる。こちらはすごく怒っているという中で、伯爵はそこで、あ、そんなに落ち込んで怒ってくれたんだっていうことは、私を愛してくれてるっていうことなんだねって、実は私はリンドーロなんかじゃなくて、あなたがそう言ったアルマビーバ伯爵本人なんだよっていうところで、じゃじゃーんとこの三重唱が始まる。誤解が解けたからこそ今まで以上に強い絆で結ばれたかなという感じで、ようやく本当の身分が分かった上で2人が愛を確認し合うという場面なので、私本当ここって二重唱でいいんじゃないかなって思うんですよね。2人が愛の二重唱を歌えばいいんですけど、三重唱なわけですよ。フィガロは邪魔じゃないかって思うんですけど、でもロッシーニは本当に見事にフィガロのパートに、なんて言うんでしょうね、傍観してるけど、でもこうお客さんとこう会話をしたりとか、そのみんな見てくださいよ、この2人のなんて幸せそうなっていうところで、私の才能のおかげですけどね、なんかすごいうまいパートを、その愛のストーリーには関係ないんだけど、すごく存在感のあるパートを書いてあると思うんですけど、あとその2人の真似をしたりとかっていうのもあるじゃないですか。結構高い音とかコロラトゥーラとか難しいところもあると思うんですけど、実際あれ何の音まで出てるんでしたっけ。一番上はラですよね。ラですよね、バリトンの楽譜でこうバリエーションとかじゃなくて、実際に書かれてるラって、その5000平音記号に上に線が3つあって、その上に丸がある、あんまり見たこと他にあるかな。もっと後々のね、オペラに行くと結構たまに出てきたり、近現代とかだとあるかもしれない。ボツェックで一度アーが、そうか、あの
あったことがありますけど、この時代では本当に多分まあこれくらいだろうなと思う。その伯爵がロズイナに対する愛の言葉を歌ってるのをちょっとこう茶化して歌うから結局すごく高い音域になるわけですけど、そういうものとかもねこう面白く書かれてるなと。でまあ2人がなんていうんですか、イチャイチャしてるというか愛を確かめ合ってるところで、まあフィガロがいち早く外にこう誰かがこうランタンを持って近づいてくるっていうのを発見することで、まあ逃げるっていうことになるわけなので、まあ二重唱ではなく三重唱であることはとても大事だと思うんですけど、まあそれで逃げようとするというところまでの三重唱を聞いていただきたいと思います。
後見人の医者バルトロは自分が戦ってた相手っていうのが実は伯爵だったっていうことを知ってもまだなお抵抗しようとするので、そこでもう逆らうのはやめろというふうに歌われるこの曲になる、次へアルマビーバのアリアになるわけですけども、まあ、前半は逆らうなということを歌って、中盤はまあロジーナへの優しい愛情を歌うパートがあって、そして後半は自分のこう喜びの気持ちを歌うと3段階になってて、まあ、とにかく大変な曲だと思いますが、まあ、やっぱり、まあ、セビリアの理髪師って200年以上の命があるわけですけど、まあ、最初はもちろん歌われてたと思うんですけど、その後このアリアだけ歌われないっていう時代がすごく長く多分あったんですよね。そうですね、うん、もうずっとその初演の歌手が素晴らしくて、うん、でその方以外のテノールが歌えなかった、うんうんうん、でじゃあこの演目をやるときに、じゃあアルマビーバ伯爵のこの最後のアリアはなくしちゃおうと、で世界中の歌劇場がそういうスタイルでセビリアの理髪師を上演し続けてきたんですよね。もう百何十年それをやったんだと思うんですけど、うん、そうするとやっぱりこの作品自体のイメージが随分変わるというか、そうですね、やっぱりそれこそ最初に言ったみたいな、テノールの役はちょっとこう消極的なみたいなやっぱりフィガロのおかげだったとかロジーナがヒロインだしっていうので、どちらかというとこちらが主役になる感じなんですけど、でもやっぱりロッシーニは別にこのすごく難しいアリアを付録として書いたわけじゃないし、そう物語の一番大事なところで大事な曲として書いたわけだから演奏されて当然なわけだし、うん、それによってやはり3曲アリアが、まあ、アリアの数じゃないですけど、うん、あるアルマビーバ伯爵が、まあ、やはり物語の主人公なんだなっていうふうに、もう随分印象が変わると思うんですよね。そうですね、そのロッシーニが一番最初にセビリアの理髪師を台本で書いたときに、彼が副題としてつけたタイトルがあって、それがアルマビーバだったという話があって、セビリアの理髪師じゃないんですよね。そうなんですよね、セビリアの理髪師っていうタイトルだとタイトルロール主役はフィガロになるんですけど、ロシーニはアルマビーバというふうにタイトルをつけていて、だからアリアを3つ用意したし、彼が中心で物語が進むようにオペラを構成していった。でも歌手の力量が初演の歌手以外のテノールの力量が達さなかったので、レパートリーから外されてしまったという悲しい歴史が、ね、オペラ全体としてはすごく魅力的だから、その世界中の劇場でセビリアの理髪師はやりたいけど、うん、この曲はできないっていうので、うん、もう外されるのが当たり前みたいな時代があって、でもまあここ20年30年ぐらいで世界的に日本でも、うん、まあ、日本はもうちょっと後ですけど、まあ、このアリアがやられない演奏されないってことはもうあんまりなくなってきたというか、そうですね、まあ、お客さんにとっても同じお金払ってこの曲があるのかないかって結構違うと思うんですけど、でしょう、いや、そうですねそうだから、まあ何だろう、料理のコースで言ったらメイン料理じゃないですか、何かそれがないって、うん、さあロッシーニとしてはやっぱりダメなことだと思うので、そうですね、であとやはりロッシーニのその、まあ、いわゆるロッシーニルネッサンスと呼ばれるそのペーザロのロッシーニオペラフェスティバルで始まったアカデミアとか、そういうところでやはり
なんて言うんでしょうね、ロッシーニとかベルカントの作品が歌える歌手をどんどん育てていった、その活動が、まあ、まさに20年30年あるわけですよね、はい、そのこともあり、あと例えばロッシーニのセビリアの理髪師以外の作品をどんどんこう開拓していって、あの発掘していって広げていったっていうことも、あのやっぱり世界的にこういうものが歌える、まあ、テノール、うん、やっぱり特にテノール歌手が増えたっていうことが、あのやっぱりセビリアの理髪師の本来の姿を取り戻す、うん、あの大きな力になったんじゃないかなと思います、うん、僕もそう思います、はい、という話をしたところで、はい、その最後のアルマビーバ伯爵のアリアを聞いていただきたいと思います。でその後、続けてですけども短いフィナーレが書かれているんですが、そこでは、まあ、この2人の愛と永遠の誓いがずっと長く続きますようにという内容が、非常に軽やかな爽やかな音楽で演奏されます、なので、小堀さんのアリアとこのフィナーレを続けて聞いていただきたいと思いますが、今回はあの収録という形になってしまいましたが、またこの藤沢市民会館で皆様にお目にかかれる日が来ることを強く願っています。最後までありがとうございました。Di più resistere, di più resistere, non c'è in cor mio segno. Spezzò Oh!
Oh.